着だからゆっくりできたけど、これはこれで疲れるわね。外に出たい気分だわ。レミリアさん、どうしたのよフラン、すごくご機嫌だけど。今晩相手してほしいんですけどいいですか？電車バトルよね、受けて立つわよ。でもいきなりの申し出だなんて珍しいわね。何かあったの？いやほら、私メンバー削減で帰らないといけないんでしょう。そういえばそんな理論あったわね。私は回避できたんだけど。だから最後に姉妹で対決したいなって。わかったわ。それじゃあ徳山駅に0時半集合でいいかしら？構いませんよ、間に合うように行きますね。じゃあ私はこの後業務があるので一度失礼します。行ってらっしゃい。あれでよかったのかしら？大丈夫よね。さてと、私も準備しなくちゃ。予定通りですね。時間を守るのは鉄道運転では常識のことよ。ダイヤ通りに動くという点ではわかりますが、じゃあルール確認です。私が先行、レミリアさんが後追いで徳山駅を発車します。名倉駅で進行方向を切り替えますが、そこも私が先発させていただきます。ここまでは大丈夫ですか？大丈夫よ。そして途中の海老野信号場と笹巻短絡線を通った後にある笹巻駅からが本番ってことね。セリフ取らないでくださいよ。こうなったら意地でも勝ってみせますよ。それなら全力で追いついてみせるわ。地味にここまで負けなしだし。じゃあ始めましょう。はい。ちょっといいかしら？なんですか？もう開始前ですよ。これは言いにくいんだけどね、フランは削減についてどう感じてるのかなって。突然何かなと思えば、帰ってから話してあげますよ。あらそう、それは楽しみだわ。じゃあ私は先に行きますからね。話は最後まで聞きなさい。ま、いいわ、私はいつも通り、冷静に勝利を手にするまでよ。レミリアさんとのバトル、楽しんでいかないとね。勝とうが負けようが、最終的には楽しんだ者勝ちってやつね。山越え路線の下り勾配とカーブの連続、レミリアさんはついてこれますか？そういえば、なんで腕に引きなのかしら。よし到着、急いで方向転換しないと。名倉駅ね、折り返し折り返しっと。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、なんで飛ばなかったんだろう。楽々到着。そろそろ行こうかしらね。あ、さっきよりかは感覚は近い感じかしら。結構離れている感じなのに、なぜか緊張感が迫ってくる。そんなに差はないってこと？いよいよ本番突入ね。そう簡単には負けないんだから。さて、追い抜くこと前提で近づかないとね。相手は不安だけど、トンネルでなんとかなるかしらね。とか言ってもこんなに離れているぞ。どう詰めればいいかしら。途中に速度制限なんてなかっただろうし、どこかで力を緩めてくれたらいいんだろうけど、不安はそんなことしないだろうからな。あれ、そういえば私、このバトルが終わったらどこに行けばいいんだっけ。ダメだ、思い出せない。どこだったかな。いくらなんでもあの不安か、手加減なんてするわけもない。あら、これはしばらくしたら落ちてるわね。でもどうしたのかしら。あ、制限速度165キロの場所ね。ここは予習しているから忘れることはないのよ。あれ、なんだか近づかれていない？これは今宮までは
見かけなさそうね。運気はミントみたいに変化しないと追い抜くのは普通かしら。あそこまで普通だけどうまくいくかしら。時の余裕な心はどこかに吹き飛んでしまいましたよ。ほぼほぼ中盤で私が取り乱してしまったのが近づかれた要因。それならこれ以上接近されて抜かさないようにすればいい。そんなに効果はなかったかしら。近づかせるわけにはいかないんですよ。粘るわね、さすがだわ。でもそろそろ冷やさないと大変なことになるわよ。悪の入り口駅の手前の前提とかその路線の特徴を忘れていないかしら。大仏通したわ。そういうことよくない。くさすがはお姉様、まさかここまで食らいつくとは。でも最後に勝つのは私なんだから。よし、ここまで来たら悪魔入り口駅も余裕で越えれるわね。あれ、悪魔入り口？ああ、あれに置き方あることをすっかり忘れていた。じゃあ、もらったー。ふふ、これで追い抜き成功ね。あとは逃げるだけよ。最後の最後まで諦めない。それがバトルってやつよ。試合は最後までわからない。それは私でもわかるわ。でも私にはわかる。スカーレットの名にかけて心に誓うわ。このバトルは勝てるってね。負けた。びっくりよね。あんなに差があったのに逆転しちゃうもの。ま、これが実力ってやつ？今回はたまたま負けたんですよ。私が単純にさっきまで弱かっただけですから。そうかしら？手応えのあるバトルだったと思うけど、ここでくよくよするより、前を向いて次頑張ればいいのよ。私出番あるかわかりませんよ。そういうこと言わない。とりあえず帰るわよ。それなら帰宅がゴールってことでもう一試合しましょう。あら、まだやる気？当然です。スカーレット家の名にかけてでも挑みます。へえ、あなたがその言葉を使うなんて井戸嬢だわ。それじゃあさっさと戦闘に行って準備していなさい。はい。あの時伝えたかった言葉。もう少し待った方がいいわね。でも、そんな大したことじゃないし。レミリアさん、早くやりましょう。今行く。